シャツでおしっこしたら、そのまま凍るの。昔は凍ったったら、嘘つくないよ、本当に。ただ男の人は必ず住むから。同じ人は首に決めた。それはどうだ。ほぼ許されることじゃないですか。甘いのもやらせてね。何言ってたの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 。このところが働き方されたら何言ってたの。何言ってたの。今日は何の話だっけ。いつも何の話してない。あ、いいか。最近どうだよ。最近どうですか。最近なんか最近不幸事が多すぎて、え、周り不幸事と本当本当お悔やみが多すぎて、近日ではうちののはまだ若いんだけど、カンちゃんっていうのが愛を断つって言った。はいはいはい。そうね。そうね。なくなったし。何秒だったんでしょ。え、何秒で言ったの。え、何秒で言ったの。違うでしょ。何秒を放れに行けるのねんだよ。何なんかね、横文字のなんか、あ、珍しい病気ってこと。横の何秒なの。1万人に1人ぐらいの。だって安郎さんと、そう、それ言ったわ、やっぱり病気の話。病気の話だから結局、そんなに医学が進んでても、その何秒に対して、まだ治療法がない。2回なんです。それ変わるんだよ。え、変わるんだよ。ここのから、こちらの。ここのから。あ、これ何個食べてんの。サメの何個。あ、うまい。そう、美味しいわ。おぉ、梅肉で和えて。あ、これうまい。え、何、ニンニクも入ってね。あ、これそれか。サクッとしてる。サクね。うん。でけえな、これまた。でも今すごいね。うん。あの、八代さん、忍ぶ会の時、うん、行ったけど、ね。うん。えらいっての、うん、いやね、あれで声を作ってさ、本当にあきさんテレビでもやってたけど、本当にこう、そのまま、ヤシコさんの声だったね、うん、そうだよね、うん、びっくりした。だからそれから進んで、だからどうなの、あんなの作れたら、うん、もう俺たちは歌わなくてもいいんじゃん、レコーディングなんて。まああの、あんなの、うん、だからそういう音楽ももうできてるよ。そう、やっぱりね、作詞作曲もそうなの。それ AI で作っちゃう。知っておいてやるじゃん。そういうの。雪国風なものって言うと、うん、できてくるんだ。俺ほぼいろんなところでいらないって言われてるんだけど、うん、家でもいらないって。これいらないよ。粗大ゴミか。え？いやでもそれは粗大ゴミやね。粗大ゴミじゃなくて。生ブリイカだよ。生きてるかな。朝3時半に目覚めるし、早いし。何時に寝るの。8時半くらいです。それは早い。早い。寝すぎだわ。飯が5時台だったね。俺だけ。それを今規制にかかってんだよ。あの曲とか詩とか、そういうのを AI を通じて何かを求めようとするのはダメですよっていう。もうだって、やつらってかわいそうじゃん。管理する会社だからね。それから作家の先生やるも、もろとも言えるんだって。もちろん歌詞もそうだよ。もうそれも歌いますよってなったら。そこまでなったらね。なったらさ。いろんな意味でやばいよな。声が出るんだったら。ご挨拶は、もうほんとご本人だ。本当に、本当に。問題ない。やしさん。うん。さあってね。それ、ほんと。だいいところはそうやってこう抜粋して、うん、そういうのを利用するのはものすごい、まあちょっとね、使い方だね。難しい話になっちゃったけど、まあ僕はもう残してあるからね、生の声で。あの残してもらえて、愛してもらえて、子供たちにも喧嘩しちゃダメだとか、それから、まあ、遺言のような感じだけど、そうそう、ね、だもう死んでるんで、亡くなってるんで、言いたいこと言ってましたから、ボルクス出ますよ。めちゃくちゃ生きてるじゃん。めっちゃ確実に死ぬからね。いや、それはもうその日は必ず来るんだけど、でもあんまりそればっかり考えて生きててもね。いや、それじゃ。いや、ね、寂しいじゃん。いや、でもね、もうそれはそんなに考えないと。え？就活を？うん。墓どうするの？墓。
赤赤森できないでしょ。樹木葬でいいの。え樹木葬。何それ初めて聞くけど。そう。本樹木葬。だから、フランキの下に、こう。名前で。どこで売れるの？あるの？あるよ、うん。いっぱいあるよ、今。そこに散骨じゃないけど。もうこれ、これ。散骨じゃない。そこにお骨を。これ、これがちょっとあの、入れるんだ。これが、浜町公園だって、桜一家されてるんで、埋めてんの。そこはダメ。決まった。ミニさんの周りとか。決まった。そこはお寺さんの中で。やめろ。え？まあ、見つかってるけど、この人、これ、人骨のような。しかし、言わないし、これ、そうですよ。俺、うちのあの、せがれにね、うん、そうなんでね、うん、ね、ゴルフ場に行って、うん、ゴルフ場のばっかり、しっかり、あの、ここに穴開けて、お客さんにあんないとして、これ持って行って、あの、いろんなゴルフ場に行ったゴルフ場、お前連れてたゴルフ場のばっかり、人骨せえって。バンカーばっかり、ちょっとわかんないから。大丈夫です。確かにポッケに粉がね、この、そうそれ穴開けて、で、こうやってやって、こう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 ね、ものすごくテクニック。はくらって、あむるよね。海じゃないんだ。あむるよ、うん。そう。僕、泳いでる。今日で本当に亡くなったら、考えます。あむるに骨を。いや、すみません。こっち、あのね、孫たちが、あむるよ。カード入れたら出てくるのがある。あるある、マンションみたい。そこにシュッと出るわけです。なんとかマンションね。そうそうそう。お墓のマンション。そうか。俺もそれがあったんだ。再利子のやつあるよね。あるある。うん、ね。そう。税収にかかるんで。月日の本館ってだって今こう扉ロッカーみたいなの。あ、そうなの。そうだ。うん。ワンちゃんとかそういう感じになってた。そういう会話です。墓持たない。墓持たない。気軽なっていうか。墓じまいするとこ多いの。墓じまいもそういう感じだよ。なんでうまくいかない。子供たちがさ、そうなんだ。遠くまで行けないから。行けない、そうなんや。うん、俺、下関じゃん。うん、親父と袋の墓あるけど、ここは、ここで眠ったら子供たちどうやって来るの、うん、あ、それ、だったらもう東京なんだよ、うん。そういうマンションみたいな。お墓マンションを。だから、檻に触れて行きたいんだけど、ちょっと遠いしな、うん、またちょっといずれみたいなことが。芸能人専用の。うん、なんかね。芸能人専用の墓。あ、いいね。土地押さえないじゃん、なんか。いや、土地あるから。土地はある。でも寒いとこ嫌だよ。知ってっから、噛んねえよ。死んでばでも寒いとこ嫌だ。いいから、冬は、冬に寒いんだよ、土地は。冬は建物自体も見えなくなるから。遠いし嫌だ。青森は。お前は温暖な土地がいいね。何しには青森行かないの。本当だ。誰でしょ、こっちが空いてんだよ。いや、だから、そこじゃないところを探す。じゃあ、これで買おうかとか、買おうからちゃんと入るという、あの、ちゃんと、全然ですから、変えて。行きやすくって、うん、みんなはほら、普通に、ちょっと、ゲルに乗ってくるみたいな、そんなとこだったらいいのに。そういうのはベストだね。これは一番だね。え？みんなで入ってるっていうのいいよね。みんなでね。周りにね。そうそうそう。また人形で。あのさ、兄弟さ、それでさ、アオとかさ、先に金もらってさ、え、なんあのタオルとかさ、ちょっと濡れたタオル詰めててさ、こうやって他人感じになってんの。よく見るんだけど、あれ、外でおしっこしたら、そのまま凍るの。昔は凍ったら、嘘つくないよ、本当に。いや、本当だよ。だから男の人は必ず詰めてる。女の人は首に詰めてる。バカだね、うち。何言ってんの。誰？いや、本当に。昔はこう、今。昔はこうやって、必ずって、子供も見てるんだよ。本気にするでしょ。ちょっと待って、おしっこしてるときに、外出て、うん、0か何十ぐらい、そのままこう、通った。それを保つ時間が、そんな大事だな。おきっと折って、家に帰った。で女子は、それぐらい寒いんだね。女子は、うん、なんか出てたから。手前で、ほら、カチンコチンになっちゃったから。カチンコチンやぞ。すごいね。なんかね、僕はね、うん、僕のうちの今のところの女房も、うん、まあそういうお墓に入ろうと。どうん、だからこういう。いや、でも、笑い声なんて旦那さんなんだろうね。そうよ。だってね、俺たちの後、子供ですよ。うん、
でみんなこれ青森とかさ、分かる分かる、変えなきゃいけないから変わるじゃない。だから気軽にいつでも親父に会いに行けるぞみたいなのが、そういうふうにだらないけどね。じゃないとさ、じゃテレビ局の近くか。え、で俺たちテレビ局の近くか。おいな、読み込み NHK の読み込みえ、え、TV さんって開けちゃうもんな。知ってるよ、だから。そうだ。シンガポールの浜で行ったことある。これで、それこそ、白目打ちどこじゃん。でも、これも行ってんだよ。俺はいつも、まあまあ、今度行くね、今度行くね、なんて思ってて、一回だけ行ったの、とりあえず。中市だったもんね。うん、中市だったんだけど、品川駅、はいはい、左側に座る席は。うん、そう、あの大阪に向かって、あ、大阪に向かって、新幹線ね。で、品川駅、駅ポンと出て、もう30秒ぐらいしてずっと左ずっと動いてる。窓の外を見てると、体その左のそこに、あの墓石が見える。うん、そして、それ心って書いてあるね。か、それ見えるの、心って。見える、見える。それです。俺かなりそこで手を合わせるんだよ。そこを白くね、その方なの。そこはそうなの、たまたま新幹線だ、新幹線だ、新幹線、あ、新幹線の左側に、左側で東京駅から品川を越えた、そう、あたりでも、もうそろそろだなと思った頃にちょうどふっと出てくるから、早いね、だから新幹線だから、そうなんだ、でも優しくもらえよ、え、それでいいです、ここ、品川出てくる、いやいや、本当に島倉さんも博覧だから、まあ、島倉さんに限らずだけど、やっぱりみんなに思い出してもらわれるそういう場所がいいよね、うん、時折でいいから、うん、時々は思い出してよっていう場所がいいな、そうだとね、限界あるわ、そうか、俺らかな、俺とか山本は、まあ、山本は山口県だから下関とか、まあ、なんかもう青森県のもっともっと下なんだじゃないからね、だからそこそこに青森も山口もそうだけど、大阪もそうだけど、そこそこには心のいい場所いっぱいある、あるんだけどさ、遠いからね、観光で行くんだったら、うん、自分でスケジュール立てられるけど、うん、そのお盆とかさ、そうそうそう、お彼岸とか決まりものね、決まりものの時にさ、うん、混んでる中行くのって多分ね、山本だったらね、山本だったら、冬だったら多分なかったね、うん、まあ縁起でもないけどなかった、うん、下関とかね、あの家紋海峡、あそこ見えると思ったら、どうぞ、うん、家紋海峡、キム・イルソンみたいにね、これ、カリー立ってなかった、立ってるね、キム・イルソンみたいに、そうだから、もうあそこ入ったな、どうぞ、迷うな、バッカやろ、どうぞ、いたずらされると嫌だもん、あ、俺ね、津軽平野のね、あの、あれ、カリー入ったよ、カリー、ね、うん、あるよ、あれね、いいなぁ、高速度がね、スプレーしてる、大変だけど、腹立つね、腹立つね、だって細川さんの銅像だってね、なんかいろいろ、そう、あれね、マイク盗まれたりなんか書かれたり、そう、梅雨になるとね、鼻垂らしてるねぇ、昔昔、何も囲ってなかったんだよ、真っ赤になるまで鼻、鼻、すら、前が垂らで、あと私ばっかやねえかな、なんか流れるんだけど、それもこいつって直れるんだよ、やれねえ、ほんで言葉の兄弟言ったことあるんだよ、なんとかせよ、それが革命だったせよ背中は花の香りでピーピー泣いてた気がするよ、優しさだけで育った頃は夢を見ながら早畑
今はあなたも背負えずにすまぬ思い出手を合わす恋しや背中